おしゃべり本棚この時間は福岡の RKB 毎日放送のアナウンサーによる朗読をお送りします坂口安吾作「釣り師の心境」。 私は妙に魚釣りに縁のある辺りに住んできたが小田原で3日間ぐらいアユ釣りをした以外は魚を釣ったことがない先日もお医者さんから早朝の魚釣りなどは健康によろしいからと勧められたがなるほど今住むところもわざわざ東京から釣りに来る人がいてそれを目当てのボート屋などもある土地だが 釣りをする気持ちにはなれないのである。駅前のカストリアの親父は戸網を持っていて。これも私をしきりに誘う。私がキャッチボールをしていると、野球は体に毒ですよ。とわみは健康ですぜ。という。戸網だって投げるじゃないか？へへへ。へへ理屈はいけません。 未明という時間に関係のある微妙な問題ですこのおやじは難しいことを言うのが好きなのである私を砦という町へ住ませた本屋のおやじも釣り好きで難しいことを言うのが好きであった井伏正二なども微妙なことを言うのが好きであるから釣り師の心境であるかもしれない 私は砦という町に1年余り住んでいた利根川べりの小さな町で本屋の親父はここを船釣りの名所みたいなことを言っていたがこれを割引して考えても魚というものはよほど釣れない仕掛けになっているようであるこの町へは下村千秋と上泉秀信と本屋の親父がおそろいでよく釣りに来た 彼らは伊勢神という旅館へ旅装をといてそこのせがれの案内で連れそうなところへ出かけるのである私がこの町へ住むことになったのもその関係であそこなら感性だから仕事ができるだろうと本屋の親父が無理に勧めたのであった下村千秋上泉秀信本屋の親父一行は 時々釣りに来たが、私は二度だけ小一時間ぐらい見物に行っただけである。一行が来るという前の晩に、せがれが近所の農家のじいさんを捕まえて、どこが今釣れるかねなどと聞くのである。とか、どこぞこはもうだめだっぺというようなことを答える。答えるじいさんも釣りをしているわけではない。 ただ水面をじっとにらむと魚がいるかいないかちゃんとわかる名人なんだそうである畑仕事の生き返りに川や湾をじっとにらんでちゃんと頭に留めておいて釣りに行こうという人に教えてくれるのであった一度は利根川へ船を浮かべて釣るのを見物した小一時間つきあって三人合計して1 1> 1匹しかか釣れなかったはずであるそれでも釣り終えて帰るときには各自4、5匹ずつは釣っていたようであった塵りも積もれば山となるというのが釣りの心境かもしれない6月1日の愛の解禁日に大いに釣ろうというので三好達治は釣りの手入れに熱中していた橋の上から流れを眺めると 何百匹ずつ群れて走っているのが見えるがメダカのように小さいのである海からいきなり箱根山で魚の育つ流れがいくらもないから特別小さいのだろうメダカみたいなアを本気で釣るつもりなのかと私は詩人の心境がわからなかったけれども詩人は全く夢中で 小林秀雄とと島木作のところへ、六月一日にアユを食いに来いという案内状を発送した一般にアユ釣りというものは漁場の権利みたいな料金を支払うのが普通であるところが早川だけはただであるそうだろうメダカじゃないかけれども三好達治は自分一人では満足できず 私にも釣り具意識を与えて是非ともやってみろという。君は流し釣りでたくさんだ。素人だからね。僕ぐらいになるとドブ釣りをやる。魚釣りは決まって天狗になるものらしい。三好達治はドブ釣りをやるんだと言って、ドブ釣り自体が名人の特技のようなことを言って力んでいたが。 実際は点で釣れなかったのである。が小さいさからだなんだと今度は魚のせいにしたけれども早川のどぶ釣りは風景的に雄大であったすぐ後ろが太平洋などである早川が海へ注ぐところによどんでたまりがえぐられて曲折して海へ流れている。 このよどみが早川でたった一か所、どぶずりのできる場所で、ここで糸を垂れていると、背中へ太平洋のしぶきがかかるのである。砂浜で海に背を向けて鮎を釣ることになるのである。この風景だけは雄大極まるものであったが、釣れる鮎はメダカにすぎないのであった。 詩人の熱狂ぶりに釣りに込まれて、私も一つ釣っってみよううという気持ちになった。私がそういう気持ちになった最大の原因はアユは掛け針というものを用いていちいち餌をつける必要がないという武将なところが何よりぴったりしたからであったそれにアユは手で掴んでも手が臭くならないことが私を安心させもした 私は朝の4時にはすでに流れに立っていた私の家から流れまで30秒土手を登って降りるだけの時間で済むのである私は30分ぐらいの時間に30匹ほどメダカを釣った5本の掛け針がついていたが時には同時に3匹釣れたこともあった釣れた時糸を上げる手応えはメダカでもちょっと と悪くないものだそれが気に入って3日間続けたがだんだん釣れなくなったのでやめたたくさん泳いでいるアユの姿は目に見えるが利口になるせいかかからなくなってしまうそれにちょっと明るくなると流し釣りはもうだめである白鳴とかけばりの色や形とに微妙な関係があるらしく私の つつのかけばりののかかうちででっってくるのはいつも同じ針であったなるほど釣り師が微妙な心境になったり難しいことを言いたがる心境になるのも当然かもしれないとにかく餌をつける手間がかからないという点だけで私は今でも鮎釣りだけはやってもよいという気持ちが残っているのである。 小林秀雄、島木健作は、ばか正直にやってきて、メダカを食って酒を飲んでいた。うむ、あゆの香りがすると言って、ともかく満足しているのは三好達二だけであった。かすかに鮎とおぼしき味覚の手応えがあるが、おおむね頭と骨とそれを包む若干の魚肉を感じるだけであった。 それでも昼過ぎる頃に三好の弟子が酒川川で釣ったアを持ってきた釣り場の料金を払うだけあって45寸回り200匹釣っていた200匹ともなればメダカでも大したものだが早川の方は我々合計して50匹ぐらいの悲しい収穫であったただだから仕方ない 終戦の年の5月の頃であったが、私は焼け野原をてくてく歩いて、羽田の飛行場の海へ潮干狩りに行った。四面焼け野原になってあとは、配給もほとんどなく、かぼちゃや豆などを食わされ、さすがに悲鳴を上げたというほどのこともないが、半分は退屈だったから、潮干狩りとしゃれてみたのである。生まれて初めての潮干狩りであった。 羽田の飛行場は焼けた飛行機の残骸や吹き飛ばされた翼の折れた飛行機などが試算していた膝までの海を安心して歩いているといきなり爆弾の穴へ落ちて首までつかりびしょ濡れになってしまったそれでも20人ぐらい貝を拾っている人々がいた海一面が貝のようなものでいくらでも貝の取れる状態であったが 今はもうそんなに貝はないだろう2度空襲警報が出た心細いものであるアメリカの飛行機に水いのすべが効くかどうか心細い思いがあったが翌年たくましくなおも海中に踏みとどまってハマグリの大物を物色し続けたのである釣り師の心境というものを若干 え得したた。のであった大きな袋を担いで帰路に着き、疲れ果て、巡査にバスはないかと聞くと、今の日本には足よりも確かな交通機関はないよ、君。と、肩をポンポンと叩かれたのである。